母国語以外の外国語をある程度マスターするとその外国語の表現の方が自分の気持ちに合ってたりとか文字数が単純に少なくて言うのが楽だったりとかしてこういう表現が逆に日本にあったらいいのになって思うようなことも結構出てくるんですけどそのうちの一つです今日紹介したい言葉。 うんと中級ぐらいかな勉強を進めてる人たちは聞いたことあると思うんですけど「あらそ」です「あらそ」スペリングはあ「ある」「あいだ」「知ってるのある」で「あ」「そう」です理由とか方法とか話す時の「くれそう」とか「うんとましそうそう」とかの「あ」または「お」プラス「そ」ですよね。 理由とか方法を話す時のこの文法を「あれだ」っていう「知ってる」「分かってる」っていう言葉にくっつけて「あらあそう」話し言葉の発音になるとあらそう「あらそう」っていうふうになります。あらそうっていう言葉について今日は紹介したいと思うんですけど何だろう日本語に意訳しようと思うと難しい,い,いですね。例えば 会社の後輩に何かをお願いしたい、したこれをこういうふうにしておいてほしいって言った時に詳しい説明はしてないんだけどあなたの器量に任せますよこういうふうな結果だけ目的だけ果たせてればいいのでとりあえずこう自分なりにやってみてくださいねっていうふうにある程度任せたい時「争そへちょよ」「争そへちょせよ」「うん」「争 直訳すると分かってしてくださいとかっていう風になっちゃうんですけど意味合い的にはうんいいよ何でもうんいいよ適当でいいよ大丈夫やっておいてっていうような雰囲気でうん争えちょよ。おっ선배님이거おっとけ部屋でよ。先輩の方に向かって後輩が「先輩これどうしたらいいですかうん괜찮아요争えちょよ。 けへちゃうよとかっていうような感じで言ったら「うん大丈夫大丈夫あの自分なりで大丈夫だからやってみてやってください」っていうような感じで言う時とか「そう」その人にある程度お任せするようなニュアンスが含まれてますうんあとは逆に相手にこうちょっと干渉じゃないけど言われた時によく使うフレーズが「ねが争はるけ」「のーいごちんちゃこっけやでんだ?き」あのあなたお前 君、これ絶対やんなきゃダメだよ。絶対やっといてね。とかって言われたときに、ああ、あらっそ、ねがあらそはっけ。ねがあらそはっけ。うん、わかったよ。私がやっとくから。私がちゃんと、私の問題だから、ちゃんと自分で解決する意思があるから、ほっといてほしいようなニュアンスですね。うん、ねがあらそはっけ。 あとは親とかにすごい干渉された時とかにも反発じゃないけど、まあうん、まあ口答えって言ったらおかしいけどよく言うセリフでもあります「ほんまお母さん私がやるってば私ちゃんとやるから大丈夫だってば心配しないでよ」っていうような意味で「ほんま根が争われっけ?うん」っていうような感じで言ったりとかもしますね「争」。 長く説明しないとなかなか日本語でパッと「争いコールこれだ」っていうのは見当たらない感じがして私は「争う」を日本の人が聞き取ってくれたらななんて思ったりもするんですけど日本語も韓国語も知ってる子同士韓国語を話せる日本人の友達とかとしゃべってる時は「争う」だけは韓国語が出てきたりとかしますね。 うん、他にもそういう系のそういう位置にいる韓国語たちって結構あるんですけど今日はその中の一つですまた後々紹介してたら出てくると思うんですけど、うん、あらそうすごくよく使える言葉なので是非こんなニュアンスだと思って活用していってみてください、うん、またこれに対して質問とかコメントあったらお気軽に残してもらって。 自分が争っていう文法を使って作った文章をコメント欄に残してもらえれば添削時間がある時にしていければしていくのでもし作った文章があったらちょちょちょっとコメント残してみてください添削希望って書いてくれるともっと分かりやすいですよろしくお願いしますじゃあまた今度バイバーイ